ごきげんよう、お姫様。ベアトリーチェ、おやおや、このような絶好のお茶会日和にどうして姫様はそのように涙をこぼされているのですか。おじい様が大切にしていた壺を壊してしまったの。おじい様に怒られます。どうしたらいいかわからなくて。それは困りましたね。これは親方様が大層お気に入りになられていた壺のはず。どのような折檻があるか、このベアトリーチェ、想像するのも恐ろしゅうございます。こぼしてしまった姫様の涙を救う魔法は持ち合わせておりませんが、姫様が親方様から折檻を受けなくて済むようにする魔法なら何とかなるかもしれません。本当？姫様が私の力をお信じくださればでございます。魔法の力の根源は信じる力。奇跡はそれを強く信じる者の前にしか示されません。姫様がそれをお望みでしたら、それではこのベアトリーチェにお任せを。ご覧なさい。そして思い出してご覧なさい。あなたがどんな姿をしていたのか。それはきっととてもとても美しい姿。どうか私にあの姿をもう一度見せておくれ。これで元通りですよ。これで親方様にお叱りを受けずに済みますね。ベアトリーチェはすごいね。壊れた壺を直すなんて造作もないんだね。そんなことはありませんよ。壊れてしまったものを元に戻すのはとてもとても難しいことです。私の魔法は一時それを思い出させるだけに過ぎませんよ。でも壺はちゃんと元通りになったよ。そうですね。ですがそれは壺が壊れたという運命を回避させたわけではありません。壊れた壺に一時壊れる前の姿を思い出させるだけに過ぎません。壊れた運命を元の姿に修復するほどの魔力は、このベアトリーチェにも未だ至らぬ遥かな高みなのです。
すことはとても容易なことです。姫様が壺を割るのに魔法を必要としなかったように。直すことはとても難しいこと？はい、姫様が途方に暮れて泣き出してしまうほどに。魔法というのは恐ろしいことをするときの方がたやすいの？壊したり直したり蘇らせたりするのはとても難しいというし。そうですね、魔法は殺めたり壊したりすることの方がとても簡単です。故に誘惑に負ける弱き魔女たちは安易に身につけられる力に酔い、本当の魔法の修行を怠ってしまいます。本当の魔法とは直す力、蘇らせる力。散ってしまった幸せを呼び戻し、冷めてしまった愛をも呼び戻す。そして微笑を忘れてしまった姫様の顔に笑顔を呼び戻せるのですよ。なら壺を直すことができたベアトリーチェはすごい魔女ということ？私などまだまだ修行の日々ですよ。壺が割れるという運命を私の魔法ではほんの1時間も忘れさせることができなかったのですから。私に魔法を教えてくれたお師匠様ならきっと永遠に壺を元の姿によみがえらせることができたでしょうね。壊れても壊れても何度でも何度でも直せる？ええ、その境地に達した時無限の魔力が備わるでしょう。それこそが魔女の達するべき無限の境地。私たちはその魔女を最大の敬いをもってこう呼びます。無限の魔女。そうです、無限に直す力を持つ魔女にとって壊れるという概念はもはや存在しない。失うという全ての悲しみから解放され、永遠の至福を約束されるのです。弟子にして差し上げましょう。私のことをお師匠様と呼べますか？はい、お師匠様。良い返事ですね。ではこれからは私と一緒に魔法の深淵を学んでいきましょう。私とって修行の身、共に魔法を正しく学び至福の境地を目指して頑張りましょう。夢か。たまにはその呼び名に充足を感じるのも乙なものかもしれない。長き修行の日々の果てに得たものではないか。たまにはありがたみを感じねば、少々もったいないというものよ。
お師匠様は言っていたね。すべての悲しみから解き放たれることが、すなわち永遠の至福だと。だからこそ、故に思う、お師匠様は、その域に至れなかった。無限の魔女の名を得た今だからこそ、再びお師匠様と語らいたいものよ。我らの修行の果てにあったのは、本当に幸せだったのか。そして、本当の幸せとは何なのか。今こそ語り合いたいものよ。なるほど。わらわは未熟か。それはよい、それはよい。また動かなくなっちゃいました。まだ私全然遊び足りないのに。情けない男。私なんか全然遊んでないのに。私にも遊ばせて、遊ばせて。お黙りなさい、クズどもが。お前たちが飢えた犬みたいにがっつくから、いくらベアトリーチェ様が直してもすぐ壊しちゃうのよ。サタン姉が一番壊してるよ。加減を知らないから。申し訳ございません、ベアトリーチェ様。グマイどもをどうかお許しください。早くこいつを直して。次は私、次は私。静かにせぬか、やかましい。このざまでは、わらわとて元の姿を思い出すのも難しい。当の本人に思い出させるのが一番か。やれやれ。さあさあ、思い出してごらんなさい。あなたがどんな姿をしていたのか。何しろわらわには、今のそなたは肉の残骸の山にしか見えぬのでは。どれが腕やら足やら、見当もつかぬ。そなたが思い出してくれなければ、わらわにはそなたの面影も思い出せぬ。後ろ見やバートラー、もっとも目が覚めた方が悪夢の中とは、実に皮肉な話だがな。
と認めさえすれば、すぐにそなたの悪夢を覚まし、天国へ誘ってやろうぞ。わらわこそは、煉獄山の王、わらわの許しなしに、この地獄より抜け出す方法はないのだ。この程度で地獄かよ。ダメだな。ああ、全然ダメだぜ。人ならば一度しか味わわずに済む死の苦しみを、もう両手の指では数えきれぬほど与えられたというのに、よくもそれだけの減らず口を叩けるものよ。だからこそ飽きぬ。そなたには飽きぬのよ。ああ、全然飽きねえぜ。何しろ、太ももの眩しいバインバインの姉ちゃんたちがよりどりみどりのハーレム状態なんだからよ。おかげさまで、まるで退屈しねえぜ。それはよかった。そうでなくては、わらわも退屈だ。それ、家具ども、直してやったぞ。また存分に遊ぶがよい。ありがとうございます。私がいただき。だから、あんたは終わりよ、終わり。次は私なの。解きなさいよ。素敵よね、バトラ君。モテモテじゃない。モテる男は辛いぜ、畜生ども。順番に並びやがらったんだ。虚勢など張らずに素直になればもっと楽になれるのに。いいのよ、これで。その方が悲鳴が気持ちいいもの。さあ、今度は簡単に壊すんじゃないわよ。いいわね、返事は。あんたが仕切るんじゃないわよ。さあバトラ君、さっきの続きよ。マスターキーでジェシカちゃんの部屋を施錠した後、どうやって室内の死体のポケットに鍵を戻したというの。例えばよ、そうさ、ツリーとか何かを使って鍵だけを扉の隙間から室内に戻して。甘いな。六軒島に存在する全ての扉は鍵が通り抜けられる隙間などない。外れたね、外れたね。さあ、今度は私よ、私の番なのよ。どこを貫いちゃおっかな。私、手の甲。ずるい。じゃあ反対の手の甲。私は羽の頭をもらっちゃおっと。なんでなんで、私にもやらせて、私にも貫かせて。じゃあ私は足の甲をいただいちゃおっと。私も、私も。私は肩をもらっちゃうからいいもん。姉妹なんだろ、仲良くしやがるってんだ。よくも耐えるものだな、お前のその痩せ我慢が。むしろ私たちを楽しませているだけだと、なぜ気づかない。あいにくだな、痩せ我慢と肘の張り合いは俺のお箱なんだ。お前らがどう俺を煙に巻こうとも、俺は絶対に魔女も魔法も認めねえ。人間とトリックで何も説明できないくせに。バッカじゃないの、この身の程知らずだ。いいのよ、無理に認めさせなくても。今に泣きながら認めたくなるわ。今だって本当は哀れに土下座しながら許しをこいたいくせに。もう壊しちゃった。ベアトリーチェ様。やれやれ、わらわがいくらでも蘇らせられることを知っているから
家具どもも壊すことに躊躇がない。困ったもの。さあバトラー、再び元の姿を思い出すがいい。何度でも持て遊んでやるぞ。なるほどなるほど、永久に遊べる玩具とは実に愉快よ。なるほどな。これが無限の境地に至った魔女が得る至福の境地とやらなのか。なるほどなるほど、これは確かに愉快で至福だ。何度でも蘇らせてやる。何度でも殺してやる。さて、次なるゲーム版ではどのような殺人劇を繰り広げよう。さあ、新しきゲーム版を持て、次なるゲームを始めようではないか。後ろ宮バトラやれやれ、姉貴のタバコ嫌いにも参ったんだ。すまんな、昨夜からカリカリしとるんや。気にせんでやってくれんか。秀吉兄さんはいつ頃からタバコ？戦後すぐや。最初はタバコを転がしとってな、自分の売り物に手をつけてしまったわけや。じゃあ姉貴と会った時にはもう吸ってたわけだ。姉貴には随分やめろやめろと言われたでしょう。わしが聞く耳持たんもんだから、あれももうすっかり諦めよった。やはり男は強情でなくてはあかんな。普段はそこまで短気じゃないや。
いや、普段はもっと馬なおとなしい女なんやで。毎年毎年この日になると人が変わりよるんや。そうなんですか。俺らがよく知る昔からの姉貴そのものに見えますがね。そうや、後ろ三宅のエヴァに戻るんや。でもそれはわしと一緒のエヴァとは違うんや。まあカリカリする気持ちもわかります。今回の親族会議はね。そやな、あのクラウス兄さんから金を脅し取ろうっちゅう計画や。親族会議なんて名ばかりの、これはただの兄弟喧嘩や。私も、そしてルドルフ君も社長や。社員の生活を背負っとるみや。ローザも社長ですよ。ま、道楽ですね。そうやな、失礼。つまりわしらは誰もが背負うものを持っとるっちゅうことや。俺も幹部連中の前で啖呵を切った以上、目指して泥をすすってでも。お互い様や。わしもわしを信じてついてきてくれた社員たちを裏切れ、それこそクラウス兄さんの首根っこをひっつかんででも金を引っ張り出さんといかんのや。兄貴は昔っから兄貴とは犬猿だ。その兄貴と全面対決しなくちゃならねえんだから、そりゃカリカリもするだろうよ。やっぱりエヴァはクラウス兄さんとは昔っから仲が悪かったんか。本人話しませんか。そりゃもう盛大に。昔の話は聞いても話してくれんのや。思い出したい話がないんやろな。姉貴は昔っから容量も良くて頭が良かった。成績も良かった。それに比べ兄貴は凡才だった。ただそばにいるだけでも十分にプレッシャーだったのに、兄貴はわざわざそれを誇示して兄貴を追い詰めていた。アホやな。なんでそない敵がいしむき出して追い詰めるんや。そういうのは要領がいいとは言わん。確かに兄貴は女に生まれたことを悔やんでた。だから男というだけの理由で当主を継ぐことが決まっている兄貴が多分許せなかった。だからことあるごとに自分の方が優秀であると親父に誇示している。お父さんは古いタイプの人や。男女には差別的な価値観を持っとった。自己顕示の強いエヴァは少々嫌われてたんとちゃうか。女の学力は紅茶の砂糖にも似ていると思わないかね。ないのも味気ないが、過ぎれば紅茶の味わいを大いに損なう。
女の学力は紅茶の砂糖にも似ていると思わないかね。ないのも味気ないが、過ぎれば紅茶の味わいを大いに損なう。それはどういう意味よ、兄さん。男には男にしか務められないことがあるように、女とて女にしか務められないことがあるんじゃないかね。子を産み育て一家の主を支えるのは女でなければできぬ務めだと思うがね。女には勉強や仕事をする必要がないと言いたいの？そこまでは言わんよ。無学な女など話していても疲れるだけだ。だがあまり頭が良すぎる女はもっと疲れる。お前のように自己主張の激しい女では未来の夫もさぞや苦労すると思うのだがね。女は結婚して夫の陰にいろとそう言いたいの？余計なお世話よ。お前が親父殿を尊敬していて、その娘としてふさわしくありたいと思う気持ちは我が妹ながら見上げたものだよ。私にも尊敬できることだ。気持ち悪い。何が私よ。この間まで俺だったくせに、もう当主気取りなの？当主は私が継ぐことに最初から決まっている。にもかかわらずお前は自分も当主になれるかのように錯覚して、無駄かつ暴走した努力をしているに過ぎんのだよ。暴走した努力ですって？私が大学院に進みたいと言い出すのがそんなにもおかしいっていうの？ああ、おかしいね。お前は確かに栄光ある後宮家の長女だよ。やがてはその家紋を背負って父にとって最も価値ある相手と婚約することになるだろう。だがそこで求められるのは過剰な学識ではない。夫をいたわる優しい気持ちと家事能力、そして一家の長を立てる控えめな態度だ。お前にはそれが完全に欠落している。それは後宮家の礼状として果たしてふさわしいことなのかね。私は真相の礼状のつもりなんかないわよ。お父様の仕事を手伝ってあげられる最高の人間でありたいと思っただけよ。ならそれは後宮家礼状としてふさわしくあるべきではないのかね。お前と来たらなんだね。いい年をして未だに男勝りで、家事炊事はおろか男を喜ばせる化粧一つ身につけていないじゃないか。最近は喧嘩の稽古までしてるというじゃないかね。失礼な。喧嘩じゃないわよ。武道は心の修練に最適なのよ。それに叱るべき場に出るときは十分女として気を使ってるわよ。何が言いたいのよ。女は男に仕える奴隷であれと、しゃしゃり出るなと、そう言いたいわけ？それを認めるのはエレガントではないが、お前の勘違いを正すには少々毒のある言葉も必要かと思う。だから言い切ろう。女は男に仕えるために存在する。そして男は女を養うために存在する。女の仕事は男の背中を守り、家庭を守って子を育てることだ。それは本来、言葉で気づかされることではない。おのずと気づくことだ。しかしお前は、いくつになってもそれを自覚しなかったな。だから社会に出る前に、兄である私がその誤解を解くのだよ。感謝してほしいものだね。それは全ての女への侮辱よ。いや、いい。私は自分のことを女だと思ったことなどないし、女だからと甘えたことなど一度もない。私のどこが兄さんに劣っているというの？成績も経歴も何もかも私の方が勝っていて、ただ男である以上の何も持たない兄さんが私の何を見下せるっていうのよ。身の程をわきまえているか否かだよ。私は次の当主としての心構えを日々養っている。それは将来必ず必要になることだ。だがお前は違う。突に後宮の席を失うことが決まっているくせに、見る必要のない幻を見ている。何がそんなに不満なのか。仮に男に生まれようとも、当主を継ぐのはお前ではないだろう。お前は何がそんなにも不満で私に突っかかってくるのか。何が不満かですって？兄さんはいつも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 自分は当主跡継ぎだからと私を見下して、そのくせ、
何事か。創造し、沈黙を尊ぶのは神だけではないぞ。お父さん。お父様。ブラウス、また兄弟喧嘩か。お前にはなぜに弟や妹たちを率いる貫禄が宿らぬのか。情けない。長男が聞いて呆れるぞ。申し訳ありません、お父さん。お前に足りぬのは貫禄だけではない。まだまだ足りぬ。何もかもが未熟だ。にもかかわらず一人前を気取っておる。それを語るには100年早いことを肝に銘じ、研鑽に努めよ。わしをこれ以上息子の不出来で嘆かせるでないぞ。はい、お父さんの後を継ぐにふさわしい人間になれるようさらに努力します。私はお父様の名に恥じない人間になれるよう今日まであらゆる勉強と努力を重ねてまいりました。どうか私にも何が劣っているのかお教えください。私はこれ以上何を身につけたならお父様に認めていただけるのですか。またその話か。お前には何と言えばわかるのだ。女は女らしく料理や裁縫を学んでおればいい。貴様には女の心構えがないのだ。夫に仕えようとする気心が、男に尽くそうという懐疑しさが全く感じられぬ。何のための女なのか。後ろ宮家の霊場であることを自覚しておるのか。なのに学びたがることは男の真似事ばかり。お前の役割はクラウスの真似事ではないのだぞ。お前には自らの役割が分かっているのか。私は後ろ宮家の人間としてお父様の名に恥ずかしくない。えい、その時点でもう間違っておるわ。貴様の役割は家を出て嫁ぎ、わしにとって有益な男を連れてくることだ。そして夫に尽くし、子を産み増やせ。夫の一族に褒めたたえられる良妻であれ。お前に男を喜ばせる何ができるというのか。茶の作法があるというのか。料理の才能があるというのか。何もない。お前がやっているのはみんなクラウスの真似事ばかりではないか。後ろ宮家はクラウスが継ぐ。お前がそれに不満を唱えるというのなら、それはこの私に逆らうということだ。お前は我が娘でありながら父の言うことを聞けぬというのか。出て行け。感動だ。お前に後ろ宮など語らせん。感動だ、感動だ。お父さん、しっかり落ち着いてください。源氏さん、水を持ってきてもらえますか。はい、ただいま。エヴァ、席を外せ。本心ではないぞ。私がなだめておく。感動だ。私の言うことが危険なら感動だ。エヴァ様、今は席をお外しになられた方が良いでしょう。親方様は今日はご機嫌が良くありません。でもなぜに私の息子たちはこうも不出来なのか。クラウスは貫禄が足りず、エヴァはいつまで経ってもジャジャ馬だ。男らしい男はおらず、女らしい女もいない。
私の育て方がいつどこでどう間違ったのか。なぜだ源氏、私は何をいつどこでどう間違えたというのか。親方様は何もお間違いになってはおりません。クラウス様はたくましいご子孫、エヴァ様は麗しいご霊嬢に成長されました。何もお間違いにはなっておりません。あれのどこが麗しいというのか。淑女どころか男の真似事ばかり。感動だ、感動だ。お父さん、それは私からよくエヴァに言い聞かせたところです。エヴァもこれからは心を入れ替えてレディーとして振る舞うと約束してくれました。どうかもう少しの猶予をいただけませんか。何がレディーだ。感動だ、感動だ。違うわ、私が後宮家の跡継ぎになるんだってあなたは私に誓ったわ。あんたは、跡継ぎになるってあの日にね。お父様に認められたかった、兄さんの花を明かしてやりたかった。そうすれば惨めな自分に決別ができると信じていたわ。
ば私たちの心の傷は癒えるの。その日まで頑張ろうって誓い合ったわ。なのにあなたはその約束を破るの。クズ、意気地なし、へそ噛んで死んじゃえば。自分に言われても腹が立つわね。そこまでボロクソに言われる筋合いはないわ。ならばその怒りを勉強に費やしましょうよ。怒りを力に変えるのが私の魔法。この力で何度もあなたの窮地を救い、あなたはなせないはずのことを成し遂げてきた。私の魔法がある限り、あなたにできないことなどありはしないわ。そうね、怒りはいつも私の原動力だったわ。いつからそれを忘れてしまったのかしら。私を思い出せたなら、あの魔法の力は再び私たちのもの。さあ、その怒りを力に変えて、もっともっと勉強に励みましょう。きっと私たちには、まだまだ勉強が足りないのよ。大学院に進んで、もっといっぱい勉強して、優れた成績を出して、クラウスを追い詰めてやりましょう。あいつ、なんでもなさそうな顔してるけど、きっと心は相当追い詰められてるわ。早く身の程を思い知って、死んじゃえばいいのに。そうすれば、私たちが当主になれる。ルドルフは辞退してくれるわ。あの子は私には逆らえないもの。よして、もうこれ以上勉強してもお父様は私を認めてくれないのよ。どうして？お父様は私に女らしくしろと言っているのよ。私がどれだけ頑張ろうと、女である限り、たとえ私が兄さんより先に生まれていたとしても、私に当主を譲ることはないのよ。私がどれだけ努力を重ねようとも、私は女以上の何者にもなれない。認められない。何の努力もしない兄さんを超えられない。永遠に見下され続ける。お父様もクラウスも最低の男尊主義者だわ。早く死んじゃえばいいのに。もう結構よ。こうとなったらお父様が驚くような淑女になってやるわ。兄さんなんかとは比べ物にならない立派な男を探して。ダメ、そんなの。お父様は少なくとも今は女に当主を継がせないと言っている。でもそれすらも所詮はお父様が決めたルールでしかないの。お父様が決めた以上、それを破棄できるのもお父様。人の気持ちなど浜の政子が尽きるよりはるかに早く変わるわ。クラウスが愚鈍な男であることは私たちが立証しなくても、やがてお父様も理解する。その時、男女の境のくだらない垣根はそれを設けたお父様によって取り払われるの。その日は必ず来るわ。どうして必ずなんて言えるのよ。それが私の魔法だから。あなたが信じてくれさえすれば、この魔法は必ず奇跡を呼ぶの。私の魔法の源は、あなたの信じる心だけ。私思ったの。私には当主は告げないかもしれないけれど、私は女で子を産むことができるわ。そして兄さんには未だ縁談もない。もし兄さんに子供ができず、私だけが子供を産めたなら、
兄さんの次の当主は私の子供ということになるでしょう。それはつまり、私が兄さんから当主の座を奪うのと同じ意味にならないかしら。本気で言ってるの？ええ、本気よ。少女時代からの決意を捨てるのは確かにとても悲しいこと。私の少女時代そのものであるあなたを裏切るのは私も心苦しいわ。でもそれが一番現実的なのよ。夢を捨てるの？そして私も捨てるの？捨てるんじゃない。私も大人になってあなたと決別する日が来たということよ。そうね、エヴァはもう大人になったわ。魔法の使い方さえ忘れてしまった。今は一児の母、自ら夢を叶える魔法を忘れ去ってその夢を息子に押し付けている。自らの人生をお父様やクラウスによってめちゃくちゃにされたくせに、あなたも自らの夢を息子に押し付けてめちゃくちゃにしようとしているの。それが大人というものなの？ジョージはどこに出しても恥ずかしくない自慢の息子よ。私には叶えられなかった夢をジョージなら叶えられるかもしれない。ジェシカなんて成績も貧困も不良じゃない。それに女なのよ。ジェシカさえ辞退してくれればジョージが後継ぎになることだって。私自らが復讐するわ。ルドルフとローザを味方に兄さんから金をせしめようという計画があるの。きっと意思報いることができるわ。何しろ兄さんがお父様の資産をつまみ食いしているのは確かなんだから。つまんない計画、そんなのさっさとやめて泣き寝入りでもしちゃえば私たちは後ろ宮家の当主になるの。その夢をごまかさないで。だから絶対に叶えられると私を信じて、私の魔法を信じて。信じたら魔法は力を持つのかしら？うん、私の魔法はどんな願いも必ず叶えるの信じるわ。信じるから、その魔法で奇跡を起こして。そうでなくちゃ私の心の傷は永久に癒されない。うん、ならよく聞いて。私の魔法の言葉、そしてそれを理解して。謎が解けたなら私たちは後ろ宮家の当主になれるの。だから耳を澄ましてよく聞いて。エヴァ姉さん、そろそろ着くみたいですよ。ごめんなさいね。寝ぼけてたわ。驚かせてしまってごめんなさいね。エヴァおばさん、ぐっすりでしたね。朝はだいぶ早かったんすか？まあね、恥ずかしいところを見せちゃったわ。ごめんなさい。眠れるくらい余裕があるのは大したもんだぜ。バートラなんかずっと落ちるーったの、沈むーったの、全く退屈しないやつだぜ。うるせえな。人間誰しも苦手の一つや二つくらいあるもんだぜ。しっかりしろよ。親父たちの顔を見れば眠気もすっとるさ。せいぜいお互い頑張ろうぜ。そうね、特に今年はしっかりしないとね。だな、お互い骨の穴を引き締めてかかろうぜ。母さん、荷物を持つよ。甲板に上がろう。ありがとう。ジョージは本当に気が利くわね。
どうして急にお礼なんか、母さんらしくもない。エヴァ、ジョージ、到着やで。荷物をまとめるんや。はい、到着到着。こら、マリア、衣から走るのをやめなさい。どうしたの、母さん。具合悪いの。ジョージ、荷物を持って先に行ってなさい。母さんは貧血だろ。わしが肩を。